古いブッシングクロスを剥がしていっています。蒸気を当てて見るともうスルッとこんな感じでスルスルっと取れます。これを繰り返して全部こんな感じで取っていきます。フロントのブッシングクロスも同様に動きを当てながら剥がしていきます。フロントブッシングクロスも同じように剥がしています。フロントのブッシングクロスを貼っていきます。こちらブッシングクロスに接着剤をつけます。この白いのが接着剤です。これを鍵盤に貼っていきます。こんな感じで上からジグで押さえます。上からジグで留めました。この時に中にどれぐらい入っているかとか見ながら押さえていっています。で、両端を切って接着剤が乾くのを待っておきます。ハンマーのファイリングをしています。ハンマーを削る作業になります。ここに溝がくっきり弦の跡ですねあるんですけれども、これをきれいに取っていく作業になります。こっちはもう削った後でだいぶ薄くなっています。もう少しきれいに取っていきます。卵型を維持しながらこういうファイリングペーパーで削っていっています。こっちも取った後ですね。鍵盤の高さの調整をしています。高さの調整はこう鳴らし定規を置いて高いところ低いところを確認しながら合わせていく調整になります。このピアノ結構鍵盤が傾いてますので、これも同時にきれいに取っていきます。こっちが低くて斜めになっているところがありますので、これもきれいに取って、で高さもきれいに揃えていきます。グランドのアクションの成長をしています。今ジャックの上下を揃えていっています。このジャックの頭を触りながら手の感覚で揃えていきます。この工具でこのボタンを回しながら揃えていっています。バックストップを揃えています。鍵盤を押した時にこうハンマーが止まる位置を揃えていく作業になります。こっちの鍵盤の奥にあるバックチェックを触りながら揃えていっています。結構ガタガタだったんですけれども、揃ってきています。今ハンマーのレッドオフを揃えていっています。鍵盤を弱く弾いた時に弦に当たるまでにこう戻る位置があるんですけれども、この位置を揃えていく作業になります。もともとすごく広めだったので、タッチのコントロールがしやすいように狭めに揃えていっています。こういう工具でここのボタンを回しながら揃えていっています。
レッドオフが揃いました。次は、ドロップ、このハンマーが戻る幅を揃えていきます。こういう工具でここのボタンを回しながら一つずつ確認しながら揃えていっています。